はい、えー、皆さん今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます作詞作曲家そしてボイストレーナーのサイガでございます、えー、私はですね今年の 1> 1月ぐらいかからですかねいろんな歌番組を見ながらその歌い手さんの歌声を聞いてですねああでもないこうでもないとお話ししていく「歌レポ」という動画をたくさん上げさせていただいているんですけれども,もうここ最近はねあのテレビ東京のテレ東音楽祭それから日本テレビで「ミュージックデート」音楽特番が続いておりましてですね非常に私からするとこういろんな人の生歌というかね生放送でのパフォーマンスが見れるのは 非常に面白くてですねでそのビデオを見ながら今日はあの人のことをお話したいなこの人のことをお話したいなと言いながらね、えー、ビデオを撮ってるやつをちょこちょこ見てるんですけどあの今日はですね初めてかもしれないですちゃんとお話するのはキスマイフット2の 歌声についてですね、えー、歌声レポート、略して歌レポというのをさせていただこうと思うんですけども、今回ですね、そのミュージックデーに、えー、キスマイの皆さんが出てですね、えーまあ、自分たちの曲のメドレーというのがありまして、でその時に、えー、最初はデビュー曲、エビバディゴースもう2011年ですね、これね。で、これを歌った後今年の2月、まあ、ドラマの主題歌として、えー、いやいや主題歌として、 発売された Love by Us これもうだから発売されて4ヶ月以上経ってますね5ヶ月ぐらい経ちますけどこれねすごいいいぞとこの今更って思うかもしれないですけどこの曲がですね結構改めて見てみたらすごくよくって2月24発売だから3454ヶ月半ぐらいか。 でねちょっとこれはあの今日は「ラブバイアス」を歌われてたキスマイフット2の皆さんの歌声について勝手にレポートをしていこうということで、えー、ここで映像を見ながらですね、えー、皆さんにお届けしていきたいなと思っております早速じゃあ行きましょう「THEMUSICDAY2021、えー」The Music Day 2021で歌われていたキスマイフット2ラブバイアスの歌レポ再生ドン今ちょうどエビバディゴーズが終わったとこから。 スタート今みんなが歩いてきてラブバイアスになります三角形の形態でいつか未来が見えなくななるななくくるるは藤ヶ谷君ねかっこいいですねこのマイクのところで手を置いてこれ7人で今同時に歌ってますけどちょっとこうね、えー、音がちょっと上がりすぎちゃうとかいう方もちょこちょこ聞こえますけど誰がどうってことはないですけどねでも全体的にはまとまって歌えてる。 今、A、メロほほろん移ろう季節ばかりに目が行ってた僕の前に現れた現れたは難しいねでも歌えてます北山君と玉森君感じ方も好きなものも違う僕らが欲しいのはうん小さくて誰もいらない暗いの光愛してそうこれサビの「愛してるさん」 ここはね結構入り口難しいと思うんですけど溢れていくこれていく日々だこれ上がっていく時も玉森くんも顔が開かずにねうまいことこう日<々>そうねみんなマイクが倒れてサビのところ「テレビのことしか考えられないランバイアース」はい今歌唱が終わりました。 思ってるほど細かい歌レポできなかったですね今ね今歌唱が終わってしまいましたけどあの途中でちょっと言ったそのサビのダララ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 と高い音から愛してるってこう、ね、降りてくるだからあのメロディーとしたり下から上がってくるようなね、えー、ちょっとまあ古い曲ですけど川の流れのみたいになってくれると歌う方は音取りやすいんですけど愛し

なんかこうリズムというか音の元々持ってるこう、えー、メロディーの流れからするとちょっとね前に前に突っ込んでしまいそうなとか早くなってしまいそうなダララ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 ってじりじりじり早くなってしまいそうなメロディーなんですけどこれもやっぱり発売されてねもう四ヶ月半ぐらい経つ曲なので、えー、もうだいぶこのキスマイのメンバーもですねその歌うことに慣れていてこの 絶妙なこうちょっとね溜まっているメロディーとかちょっとこう「タダダ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 ダ」ってこのなんか絶妙にちょっと遅れていくみたいなこのね後ろのリズムで溜めて歌う感じがこのサビに入った時すごい心地よくってでなんかふとした時にねなんか食器を洗うとか。 なんか飲み物を取りに行くとか,なんかその時に気づいたら「タラ,ラ,ラ,ラこうサビのメロディを歌ってしまうっていうのは本当にこのねあの7人のリズムの取り方とかもちろん音程の取り方がすごい良かったから私の耳に届いてそれが残ったと思うんですね。で「タラ,ラ,タラ,ラヒービダ」のさっき言った高いところも皆さんがカラオケで歌ったりするとどうしてもヒーって上向きたくなるんですけどでもこれを、まあ、玉森君ね 先頭でとか7人の頂点で今メインで歌ってる感じになりますけど「ヒー a ー y だ」とちゃんと顎をグッと引いて喉を伸ばして空気の通り道を細くしないように「ヒー a ー y だ」この出し方でやっぱり結果的にもいい音が鳴っているこれだからねこの曲あのー、まあどうしてもねジャニーズのアイドルの、えー、シングルってなると、まあ、そのファンの人たちがやっぱりすごいかっこいいと思って聴くというのはそのもちろん アだと思うんですけどこれラブバイアスはね4ヶ月半経って私の心にちょっと届いてきましたねこの歌が。<laughs> えー、でそれをちゃんと歌いこなせているやっぱり歌い慣れてきてねたくさんいろんなところで歌うことによって、えー、キスマイのメンバーたちがこう体に取り込めてですねそれをちゃんと表現できているというのが久しぶりにこの曲を聴、えー、いてね、えー、ドラマが放送してた時なんかはいろんな 番組で、ね、歌われてるのもちょこちょこ見ましたけどその時には思わなかったなんかこういい意味でね歌い慣れた感というかうんが出ててねすごく良かったんじゃないかなというふうに思いましたので,で今回はですね本当に初めてだったと思いますけどキスマイフット2の歌声についてラブバイアスを歌われた歌声についてお話をさせていただきました今回も最後までご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございました